International B-side Program. I'm Sandy, and I'm here today in Kyoto at Hachi Record Shop and Bar. Please welcome Sato-san! Sato-san, can you first tell me a bit about the background of this store? この店は、ハチという名前なんですけれども、実は会社で酒にハチっていう感じで酒にハチって書いて酒ハチという会社の1店舗なんですね。で、他にもハチにまつわる名前の姉妹店舗が東京にあったり京都にもあったりするんですけど、ここはレコードを扱っているのはこのお店だけです。で、その会社の名前は酒にハチっていうんですけど、昔そのここの会社は日本酒を酒にハチと書いた酒ハチという日本酒を作ってた会社なんですね。だからいつかその日本酒をまた出したいなっていう思いを込めてハチという名前がついてます。 So you have sake here or what are the main kinds of drinks that you provide here? 日本酒はこの店はいつもハチなので8種類置いてるんですけど、あとはクラフトビールを飲めたり、まあゆっくり飲みたい人はいろいろちょっとカクテルみたいなものも飲めます。 What are the 8 types of sake that you have? So are these like you always have these 8 or do you change the drink? そうですね、ちょっと多分今 1,2,3,4,5,6,7 1本は多分ソールドアウトしてしまって、1つなくなったらまた違うお酒を入れたりしてます。 Who chooses the drinks? The apple? 私が選ぶんですけど、でもいつもオーダーしてる酒屋さんに相談してちょっとレアなのを置いてもらったりしてます。 So do they all taste very different? Or? そうですね、シーズンによっても違いますし、あとはその温度をいろいろ変えて飲んだりするとまた面白くて変わります。 Do you have a recommended drink that you would recommend someone who's maybe visiting Japan and in Kyoto for the first time? そうですね、まあ、今だったらやっぱり京都のやつも飲んでほしいんで、この小国っていうのは京都ので、サマーっていうタイトルのちょっとラベルも可愛いんですけど、 In heaven, 小徳サマー What does it, what kind of flavor is it? すごいでもフルーティーですね。フレッシュな感じとちょっとそのフルーツっぽい感じがあって、すっきり飲めます。夏は。 Okay, so Hachi started off as a bar. はい。And then, when did the records come into the picture? 実はレコード屋さんがこのお店一番最初にできてて、このバーは後から5年前ぐらいに始まったんですね。それよりも前に、はい、レコード屋さんだけやってた時代があるんですね。はい。So it started off as a record store. そうです。But the company そうですそうです。Hachi decided we'll come into the record store and make it a bar and record store. そうですそうです。I see.、はい、So what type of records do you mainly have here? 基本的には中古レコードで、誰かがもともと持っていて聴いてたレコードを買ったりとかして売ってるんですけど、ちっちゃいお店なんで、けど最近はちょっと新しいものも入れたりして、でもちょっとジャンル的に多いのはジャズは多いですね。はい、それは一番最初に買い取ったのがすごくジャズのコレクターだった方のコレクションをそのまま全て買い取って始めたのもあって、はい、それが多いですね。 I see. So I see there's some records here in the background. Where are these are all the records here? ああそうですね、実はここはちっちゃい階段があって、このバーの上にレコードストアがあります。 I see the stairs. There's no hand railing. そうです、ちょっと狭いんですけど。 Wow.はい、まあもうこっち側の壁は全部ジャズです、ね。Oh wow, it's all jazz.、はい、でもこっち側に他の日本のものだったり、ロックだったり、ちょっとソウルだったり、はい、あとはもうちょっとディスカウントしてるものが、はい、あったりとかします。300 yen. そうですね。300 yen. Madonna 300 yen. そうですそうです。Madonna for 300 yen. そうです。Do you choose the records that come here, or is there another staff member that does that? 私以外のスタッフで、そのレコードも専門で、いろんなとこに買い付け行ったりとかしてる。もうその最新のレコードもすごくピックアップしてくるんですね。ちょっとこの壁際には、結構そのもうジャンルレスにいろんなものがあって、地元のアーティストのものの新譜があったりとか、ジャンルはいろいろなんですけど、来てもらった時に、こんなんが聞きたいなって言われたら、
働いてるスタッフが自分の感覚でチョイスして、ちょっとおすすめしたりしてます。I see. So does that staff member buy the records internationally, or whereabouts does he go for them? Do you know? まあ、そのレコードスタッフはいろいろライブを見に行くのも好きなので、そういうライブを見に行きがてら、東京に行ったり、名古屋に行ったり、ちょっとその関西では見れないようなライブを見に行くのと一緒に合わせてその町のレコード屋さんでもう欲しいものを買ってきたりとか、あとはでもやっぱり海外からもネットでやっぱり調べて、撮ったりはしてますね。この店もだからオンラインショップはあるんですね。はい、だからオンラインショップの方には新しいものがこんなものが入って入荷しました、ここが売りですというのをちゃんと全部書いてあるので、And do you ship internationally? Can foreign customers buy it from their home country? もう世界のどっからでもオーダーはしていただけます。で、その都度ちょっとどういう感じで送らせてもらうかとかは丁寧にやり取りして送れるようにしてます。あ、email? そうですね。とかサイトから、はい、そのままメッセージで、だったり、あとはもう日本に旅行にする予定が決まってる人で、このお店に買いに来るからって言って予約してくれる人もいます。So they can place an order and then come pick it up when they arrive in Japan. Sato-san, I noticed that there's a little turntable behind us. Is that for customers to come and try with the records here? Oh. 内容が好きかどうかもチェックしたい人いますし、あとはまあその傷がついてるとか、自分でちょっと中身見たい人はここでチェック一応聞いてもらえるし、あと下でも、はい、さっきの大きいターンテーブルでもちゃんと。Oh, okay. Can I try? はい、もちろんもちろん。Olivia Newton-John. Let me give this one a shot. Needle on? そうです。おお。Awesome.Is the turntable here very different to the one downstairs? そうですね、これは、まあ、持ち運びとかもできて、簡単にこうやって使えるので。佐藤? Is this your record? そうです。Tell me about it! はい、です。実は私は音楽をやってるので、はい、いくつかレコードを作ったりもしてます。What type of genre do you do? そうですね、これはもう2曲だけ入ってて、自分の家で。いろいろ重ねて撮ったような、なのでここででも聞いてくれた人が、みんなこれは何のジャンルなのって聞きながらわからない人が多いです。私もわからないです。 Can I try playing it? はい。レコードショップで、そんなにたくさんレコードの知識はないんですけど、まあ、音楽のことをみんなと喋るような感じで働いてて、もう一人のスタッフは本当にレコードのことを専門的にすごく知ってるので、いろいろレアなものだったり新しいものとかをちゃんとピックアップしてこうみんなに勧めてますね。はい。So do you have events at this store with singing or DJing or anything? ああ、もういろんなことしてます。For example? ああ、もう今はこう一人でもやってますし、むちゃくちゃ大きい人数の多いバンドで、例えばちょっとダンスミュージックの音楽やったり、ダブミュージックだったり、まあ趣味でやってる感じなんで、いろんなことやってます。他なんかお店のイベント的な感じですか？ここですか？はい。ここでは DJ イベントはよくやってますね。月に、まあ、週末よくやるので6回ぐらいはやってると思います。6 times a month?
そうですね。土曜日とか日曜日とか。And where can they find that information? Is that on the website? そうですね。Instagram だったり、Twitter だったり、はい、でやってますね。So usually you listen to music or have your drink? そうですね。Very nice and relaxed. はい。If you guys need a place to go on the weekend, Hachi is your stop?佐藤さん、はい、Can you recommend me a drink? そうですね。ちょっと、じゃあ梅酒。I love 梅酒。で、これも大きいボトルに入ってて。柚子梅酒？Oh my god。ちょっとさっぱり。That was delicious. Thank you. デザート代わり。デザート。いただきます。どうぞ。バイ。やあ。おいしい。Ah, I see. It's so good. Yuzu meshu. はい。Do you like yuzu meshu? そうですね。海外の人もこのお店多いんで、まあ、yuzu っていうのを飲んでみたいっていうのがあると思いました。はい。すごい人気あります。So, how much percentage of your customers would you say are Japanese versus foreigner? やっぱり今は海外の人すごく増えてきたので、まあでも半分半分ぐらいですね。So the events that you have, can you tell me a bit more about those? Or is there a particular event you can recommend to our foreign friends that are visiting Japan? 毎月、ちょっと真ん中の日曜日ぐらいに、1日かけてレコードを集めてる人とか好きな人が30分ずつ DJ みたいにプレイをするっていうレコード会をやってるんですね。レコードの持ち寄り会っていうのがあって、で、それタイトルが BYOR。Bring your own record. それも海外のお客さんにそういうイベントをやってるけどタイトルなんかないかなって言ったら、その Bring your own beer っていうのをみんな言うから、そこを最後 R にしたら面白いんじゃないってやってて、毎月やってもう39回やってるので、そうですね、もう3年以上、そうですね、でもすごい人気があって、70代の人もやるし、学生のまだ18歳ぐらいの人も集めたてのレコードでやったり、はい、もうオールジャンルでやりますね、ノイズをかける人もいるし、民謡をかける人もいるし、本当面白いです、その日は。So you said 30 minutes per person, and they can play whatever they want. They can DJ it. そうです。DJ みたいに。ここで30分間みんなそのエントリーシートを作って、自分で名前を何時から何時は誰、何時から誰で、インターネットでそれを募集して、でもすぐ埋まります今は。You said about mid month, about second Sunday. だいたい2回目の日曜日か3回目の日曜日で、でも結構これはインターネットとかこのお店で突然発表して、それをみんなチェックしてくれた人だけが。So if they want to DJ or they want to play, they really need to refresh. So guys, make sure you keep an eye out on their Instagram or website. Instagram とあと Twitter と、はい、と Facebook とかやってます。はい。Is that all in Japanese? そうですね。英語での紹介文は書いてないですけど、多分もう見たらわかる。So even if it's written in Japanese, they're still welcome to sign up. できます。All right, guys, that's it for today from us at Hachi Record Shopping Bar. Thank you so much for your time, Sato-san. If you guys are If you guys are looking for jazz records, good sake, good umeshu, and an awesome event, this is your stop in Kyoto.Sato-san, do you have a final message you would like to give to our viewers? はい。京都にもし旅行に来られた時は、ちょっと面白いエリアでもあるので、ぜひ足を運んでください。いろんな仲間と出会えると思います。ありがとうございました。Thank you, everyone. We'll see you again next time. Bye bye.